ただいまの一着は第3連竹島君大分大学、時間が10秒84。11時より補助競技場で行われております男子円盤投げに出場している選手の紹介をいたします。飛松君福岡大学、森崎君九州大学、寺脇君志学館大学、林君九州産業大学、下野君九州産業大学、畑井君久留米工業大学、山中君福岡大学、山田君金谷体育大学、高垣君金谷体育大学、山本君九州情報大学、山本君九州情報大学、草加君福岡大学、浦君明桜大学、東君九州情報大学、清水君金谷体育大学、中君九州共立大学、福西君九州共立大学、阿比留君九州共立大学。以上の出場によりまして、11時より男子円盤投げ決勝が行われております。男子の走り高跳び、福岡大学の松本君、2m11 クリアであります。男子 100m 準決勝は第2組、第1連井上君大分大学、第2連久永君九州共立大学、第3連新村君琉球大学、第4連伊藤君鹿児島大学、第5連高岡君熊本大学、第6連広岡君西南学院大学、第7連崎山君九州情報大学、第8連佐野君志学館大学。以上によりまして、準決勝は第2組。第3連は新村君琉球大学。